はい、中山方ブームチャンネルです。やりました、クラブ初開幕2連勝ということで、まずは勝ち点3、暫定1位、開幕初の2連勝に乾杯。ビール湯にでビールはうまい。それでは僕なりに試合を振り返ってみたいと思います。前半立ち上がりからジェフのペースで試合が運んでいったと思います。ジェフは横にこうボールをつないで、ゲームを支配していくというよりは、縦に縦に裏に裏に、もう本当に線路を走るようなですね、あのトレインサッカーというような感じがしました。前半のモンテリー山形の失点は、ジェフの前からのプレス、前線からのプレスがうまくはまった、はめられてしまったという感じだったんですけれども、なんかこう芝の状態が深かったのかですね、山形のパスの速度というのが、前節の甲府戦よりなんか上がらなかったというか、途中でこう失速して取られてしまうようなシーンというのが何度も見受けられまして、その前半の失点のシーンもやはり南選手からの横パスがうまくこう、力で押し出すことが芝に対してできていなくてですね、ジェフに、ボールをカットされて、そのまま展開されてゴールされてしまうというような状況に見えてしまいました。そして人数、ディフェンスの人数、取られた後でも人数は足りているのに、そのボールを持っている相手に対してやはり後ろから追ってしまうような状況を作ってしまった。これは昨年も似たようなパターン、もしくは失点というのはそういうパターンが多いんですけれども、相手を後ろから追う、結局相手の進行方向前に入れずに、そのままシュートレンジに入られてしまうというような、ゴールシーンだったと思います。前半はジェフの前線のプレスやブロックを敷かれてですね、なかなかそれを打開できなかった、なかなかチャンスというチャンスが少なかったように思いました。そしてこのまま 1-0 で終わると思ったんですけれども、やってくれましたよ、伊坂全員選手、一本の南選手からの大きなパスから縦に個人で打開してくれた。あの前半終了間際の1点は大きかった。しかし後半もやはりジェフペースの立ち上がりでした。ジェフ本当にいいサッカーしてましたね。ただ前半に比べて後半の方が相手の攻撃ゾーンを少し後ろに下げれたような気がしました。やっぱり山形のプレス、守備というのを少し修正したように思いましたね。そんな不利な展開、ジェフペースで、終始ゲームが展開していく中で、そこで3対1という勝ちを収めることができた。決して多いチャンスではなかったんですけども、枠に入ったシュートがゴールにしっかり決めていくことができた。この山形本当に強いと思います。伊坂選手の、後半の縦の突破での PK、に見えるシーン、いやもうダゾーンの画面からではもう絶対に PK に見えました。自分のボールにしていたし、相手からアフターで行ってしっかり引っかかっているように見えたんで、それとかですね、あとコーナーキックからですかね、デラトーレ選手のシュート2本が相手の手に当たっているような気がしてね、そう見えたんですけれども、まあそういう、ちょっとこうはっきり見えないようなジャッジが続く中で決めてくれました、デラトーレ選手。あのデラトーレ選手のシュートももう本当に針の穴を通すようなですね、もうストライカーらしい、もうあそこにしか決めることができない、相手も飛び込めない、ワンタッチちょいずらし、ちょっと間をずらしてですね、シュートに切れ込んでいく、もう完璧だったと思います。あれデラトーレゾーン、あそこあるんですね。ゴール前じゃない、ペナルの外からでもしっかりこうコースを狙って、もうブラジル人らしいゴールにパスをするような、しっかりそこに収めていくシュート、見事でした。お互いやはりですね、山形としては右の伊坂善意選手、そして左の加藤選手という縦縦、そしてジェフもやはり縦裏速い攻撃というのを狙っていく、こうお互い裏に速いボールを蹴って速い選手を走らせる、技術の高い選手を走らせる、そういう縦縦攻撃のぶつかり合いだったんですけれども、そこの中で南選手、藤田選手という両ボランチがですね、しっかりディフェンスのビルドアップに参加して、横のパスで相手を揺さぶる、ずらすという動きをしていたのが本当に、まあ、前節の甲府戦からなんですけれども、いやもうその去年からなんですけれども、この2人のこのボールの配球というのが効いていたように思います。その後に入ってきたまたチアゴ選手ですよ、小西選手、河合修斗選手、いや素晴らしい、まあもちろん藤本選手もそうなんですけれども、控え陣のこの充実度もやばいですね。そしてそのチアゴ選手のゴールですよ、コーナーキック、かなりデザインされたコーナーキック、今季皆さんなんかこういろいろ噂を聞いて、そしてコーチもついてですね、そこを
かなりこう力を入れているように聞くんですけれども、その中であのゴールが生まれたというのはでかいですよ。なぜかあのチアゴ選手の前にディフェンスついてなかったですね。チアゴ選手どちらかというと、まあ、オフサイドラインにちょっと立っていて一歩下がってまた入っていったんですけども、チアゴ選手を捉えているジェフのディフェンスの選手がいなかった。あのセットプレーというのは素晴らしかったんですけども、なぜかチアゴ選手にディフェンスがついていなかった。これもラッキーというか、まあポジションの取り方のうまさ、だったと思います。とにかくゲーム展開としては厳しい試合だったんですね。ジェフが強かった。しかしその中で3対1で、勝つことができた。これめちゃくちゃでかいですね。もう暫定首位、たった2試合かもしれないですけど暫定首位でいるべきチームだと思います。そしてその試合終了のホイッスルの時にいてくれましたよ、山田拓実選手。クラブのレジェンドがですね、このクラブ初の開幕2連勝、そのピッチに立っていた。これもなんかこうストーリーとして美しい。そして私たちが向かうのはホームの開幕まで負けなしで行くことですよ。次のジュビロ戦絶対勝ちましょう。次節ジュビロ岩田戦の勝ち点3、そして皆様のご健康とご多幸を願いまして乾杯。このまま行きましょう。